中学受験のリスタート、たかしです。今日は一問解説、2021の会場の問題を持ってきました。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。では、始めるよ。実はこの問題、小問2題に分かれています。サムネイルに載ってるのは、この括弧の2っていうことになってるわけ。解説は括弧の1から丁寧に解いていきます。三角形がある。こちらは3等分線。こちらは4等分線です。これをバッテンになるように結んであるわけ。で、1番。DH 対 HG。DH 対 HG。この比を出しなさいっていうことだ。この問題なんだけど、ここの辺が1対1対1に分かれてるよね。で、ここは1対1対1対1に分かれてるんだけど、この離れてる比を合体させるっていう方法があります。どうやるのかっていうと、平行線を引くっていうテクニックがあるわけ。例えば、この1対1対1をこっちに移したいときは、こちらから平行線を引いていきます。例えば、この EF に平行な線をこう引きます。すると、平行線引いたから相似ができたわけ。ここが相似だよね。この上とこれが相似。相似比は1対2です。もうちょっと言うと、こっちの1対1っていう比が反対側に移植できるわけ。で、さらに平行線を引いたら2組相似ができるっていうパターンが多いのは覚えておいてください。もう一つは、ここに相似ができています。この細長いのとこれが相似ね。平行だからね。そうすると、AF が丸の2になってるから、F からここも2だし、こっちも2です。すると、この2つの三角形の相似比は5対4。もうちょっと言うと、平行線で比が移せるわけだから、1対4っていうのが DH 対 HG に移動してくるわけだ。ということで、括弧1の答えは1対4っていうことになるわけ。じゃあ次、括弧2です。全体の三角形と五角形、この部分の面積の比を出してくださいっていうことです。もちろん五角形の面積なんてまともに出せるわけないから、こういうのは切って分けるか全体から引くっていう方針です。で、この場合はね、こことここの辺の比が分かってるんだよね。その面積を考えるんでしょ。そうすると、こんなテクニック思い出してほしいな。輪辺比、もしくは二辺積っていう言い方もするんだけど、典型問題はこんなやつ。ABC と DEC。この2つの面積の比を出してくださいっていうことです。この辺の長さの比が分かってるんだよね。そうするとこれ結論から言うと、ABC が 2×3。DEC は 1×2 で答えは6対2、3対1っていうことになります。これ何やってるのかっていうと、まずね、この下の辺をそれぞれの三角形の底辺として考えます。この2対1が底辺です。そうすると面積出そうと思ったらもう一つ高さが分かったらいいんでしょ。ABC の高さはこれ。DEC の高さはこれです。この高さをよく見ると、ここに相似あるじゃん。だから、この3対2っていうのがちょうど高さの比になります。つまり、底辺を2対1として見ると、高さは3対2になってるっていうこと。すると、底辺かけ高さが面積の比を表すわけだから、2×3 対1×2っていう式が成り立つわけ。で、このテクニックなんだけど、どんな時に使えるのか。これは、同じ角、共通な角を持つときに使えます。同じ角を挟む2辺の掛け算をすると、それが面積の比になるっていうテクニックだ。さあ、じゃあ元の問題に戻ってみよっか。同じ角を持つ三角形同士なら、それを挟む辺の比が分かればいいんだよね。そうすると、見えてくるかな。この五角形出すには、先生だったら、全体からこの赤の三角形と青の三角形を引きます。なぜなら、ABC と AEF と ADG、これは全部 A の角を共通に持つよね。で、しかも、それぞれの辺の比が分かってます。ABC の三角形は 3×8 です。わかる？無印の3とこっちは丸の8だよね。AEF は
2×2ADG は 1×6 っていうことになります。なのでこの3つの三角形は12対2対3っていう面積の比になります。じゃあこの青はどうするのっていうふうに思うんだけど、これは今度は ADG、 さっきのこれね、 ADG と FHG は G の角を共通に持つよね。それを挟む2辺の比も分かってるじゃん。だから ADG は 6×5 です。でこの青の三角形は 4×4 です。ということで15対8っていうのが分かります。そうすると ADG が共通なんだから連比取りましょうか。こういうことになるので60対10対15対8、これが4つの面積の比っていうことになります。すると全体の三角形の面積は60、五角形の面積は60から10と8、赤と青を引くっていうことになります。ということで60対42、10対7、これが最終的な答えになるわけだ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。